ガンモドキ。はい、どうも、ネビルです。ジャスト回避講座やっていこう。定期的にやっているジャスト回避講座を今回もやっていきたいと思います。はい、もちろんレイリーさんを主役で見ていただければと思いますが、まあね、かなり、前回だいぶ前ですか、半年ぐらい前になるのかな。はい、それからね、キャラクターもだいぶ変わっておりますので、ニカとかね、はい、キッドアンドローよく見るね、キャラクターのスキルとか攻撃を中心に、ジャスト回避をお見せしていきたいと思います。1戦目はですね、まあ通常の一般的なジャスト回避をお見せして、2本目の動画ではこのキッドアンドローのね、特に分かりづらいパンクバイスと、そしてパンクチャービレですね。はい、このあたりね、非常にちょっとなかなかジャスト回避難しいという方が多いと聞きますので、やっていきたいと思います。はい、まずはね、もう話すより見ろというところなので、もうぜひ見てください、こちら。はい、では見ていきましょう。すべてのね、パターンを網羅できるわけではないんですけれども、基本的なことはね、はい、基本的なジャスト回避についてはこの動画で十分わかるかと思いますので、しっかりとね、見ていきましょう。まずですね、最初はスキルなんですけれども、スキルはもう確実にジャスト回避をしてください。その対象でございます。はい、まずはですね、ゴムゴムの雷かな、はい、雷をジャスト回避していくんですけれども、はい、こちらちょっとポイントがありまして、ルフィが上に飛んでね、雷を持って投げる瞬間ですね、はい、ここ、うん、投げる瞬間があるんですけれども、そちらに対して、同じ方向にジャスト回避を、はい、仕込んでくるという感じですね。で、この後すぐに、シャンクスのスキルを回避していきますが、これも結構大事なポイントなんでお伝えすると、相手が撃ったスキルに自ら飛び込んでいくと。はい。それが非常に大事ですね。はい。攻撃する方向に対して回避を撃つと。うん。いうことが非常に大事なんで、これも覚えておいてください。はい。そしてですね、その次が何だったっけな。はい。通常攻撃に対して確かジャスト回避するんですけれども、シャンクスだったら非常にわかりやすいですね。ワン、ツー、スリーです。はい。ここですね。はい。こちらに対して、ワン、ツー、撃った後の三つ目がぶっ飛ばしの、攻撃になるんですけれども、そこに合わせて入るという感じですね。で、これね、なぜかシャンクスに行ってなく、まあ、タゲが取られてないっていうのが、なんか、ちょっとバグを起こしてるかもしれないんですけど、なぜか変なところにね、はい、ジャスト回避で瞬間移動してしまってますけれども、ちょっとこれはなんだかわからなかったですね。はい、で、ここでマムを倒して、ニカとちょっとやっていくんですけれども、まあ、ここは無理にね、ニカと戦ってもしゃあないんで、まあ、とりあえずその逃げますね。はい、逃げて、じゃあ次どっか旗抜き込んでね、あくまでゲッターなんでね。はい、で、一旦これ、雷やってくれたんで、ジャスト回避仕込んどいて、で、こっちで、ちょっとこっちもなんかやってんな、みたいな感じですね。で、飛ばされて、正直、レイリーでもうなんかその3分間元なんぞ考えてないんで、まあ、このあたりちょっと旗をね、なるべくちょっと削ろうかな、みたいな考えに至ってます。まあ、相手ブースト来てるんで、ここら辺で一旦ちょっとね、チェンジを、はい、キャラクターチェンジしてもいいかな、ぐらいな感じではいるんですけれども、なんかミリ残しで残っちゃってるって感じですね。で、この後が結構大事なんですけれども、カイドウもそうですし、おでんとかもそうなんですが、通常攻撃の出が早いキャラクターって、やっぱ一発目でバンとね、はい、撃ってくることが多いんですよね。敵を見つけ次第というか。まあ、カイドウなんて特に回復不能がつきますから、相手としてはもうね、一発でもう、通常攻撃になるべく撃っときたいんですよね。はい、そこを狙って、やっていくという感じ。相手の懐に入って、ジャスト回避を決めていくという感じですね。まあ、なので結構これ、カイドウとか、結構通常攻撃の出が早いキャラクターに対して、僕は割と使うように、はい、心がけているという感じです。で、ちょっとね、この後失敗例もあるんで、ぜひそれも見てほしいんですが、このヤマト、はい、こちらですね。はい、ヤマトもまあまあ出は早い方だと思うんで、ここかなと思ってちょっと予想したらダメだったと。はい、こういうことは全然ありますのでね、はい。なので、なるべくやっぱね、スキルとか分かりやすい通常攻撃、はい、そこをね、対してジャスト回避を狙った方がいいかなと思います。まあ、ぶっちゃけね、でもね、この判定とかも微妙なところがあって、今みたいな感じであればジャスト回避になる時もあるんですよね。正直ね、ジャスト回避の定義はね、もう少しちゃんと厳格化してほしいなとは思うんですけれども、まあちょっと通信環境とかによってもね、違うかもしれないんですが、そうそう、だからこのスキルとかも、今のでジャスト回避できたの?みたいなのでも、たまにね、ちょっとジャスト回避になってたりとかならなかったりとかあるんで、まあちょっとこのあたりはね、読めないところはあるんですが、まあちょっと一般的なね、はい、こういうスキルとか、はい、通常攻撃みたいなところの回避を今見ていただきました。
はい、まあ、あとはね、これ、カイドウが裏に来るかどうかをずっと見てるという暇な時間でしたね。はい。まあ、もう来るなら来いよ、みたいな感じで、ちょっとずっとね、もうどっと、あっち、火星行った方がいいみたいな、結構大事な判断でありますね、ここね。はい、でも来るなと思ったんで、こっちやって、バーシコンやっといて、パンクチャーウッドキーの、吹っ飛ばされて、やべやべって焦って、やばいぞ、やばいぞ、つって。で、これも、キッドに変わって、スキル2でバコンと、はい、いい感じですね。ありがとうございます。はい、続いてなんですけれども、キッド&ローですね。はい、キッド&ローに対しての、特に回避について、解説をしていきたいと思います。さっきのはね、まあ大体結構なんですか、一般的な、はい、ジャスト回避の仕方みたいな感じだったんですけど、キット&ローのね、スキルがね、なかなかわかりづらいっていう方が非常に多くて、まあそこに対してのね、まあいい感じの動画が撮れたんで、こちらで解説をしていきたいと思います。まずですね、パンクチャーですね、パンクチャービレー、はい、ここですね。剣が刺さった後に黄色になるんですよ。こんな感じで。はい。黄色に剣がね、変わる瞬間があるので、そこに対して、回避を押すと、しっかりとジャスト回避になるという感じですね。はい。で、この後はですね、キッドの皆さんを悩ませている、パンクバイスか。はい。無敵スキル。ちょっとなんか、いやらしく外してくるんだよね。あれね、タイミングね。はい。あれもありますので、ちょっと見ていただければと思いますが、この後ね、やっぱこれ、レイリー泣かせだなと思うのは、やっぱ回避のね、フルタイムがね、削られちゃうんでね。ここが、はい。これですね。はい。ここ、パンクバイスか。はい。パンクバイス。これね、結構難しいかなと思っちゃうんですけど、簡単なんですよ。あのね、腕を開いた腕を締める瞬間、ここ、はい、ここでやればね、全然大丈夫です。はい。腕をね、ガッと締める瞬間がありますのでね、さっきのやっぱね、キッド&ローの黄色といい、黄色いね、ちょっとしたこう、模様が変わるみたいな瞬間といい、このパンクバイスといいね、ちょっとやっぱ運営さんなんかね、ヒントを出してくれてるんですよね、このあたりをね。はい。ここら辺でやるといいよ、みたいな感じで。うん、だからそこに対して合わせていくって感じですね。だから逆に言うと、本当にマジで見ても避けられない、歌とか、トツカは、もう本当にやばい。はい、この後はね、もうこれは正直まぐれというか、まあ旗取って相手が近くにいたらとりあえず回避をすっていうねのがジンクスというかね、もう上等なので、それをやったらなんかうまくいったって感じのだけですね、あれはね。はい。で、この後は、4旗取ってるんで、まあ、次の最後の旗抜きに行きたいなと思って、C 旗誰だろうって行くんですけど、おい、ニカかい。こいつとはちょっとやり合えないなと思って、はい、ちょっとすぐさま退散をするんですが、じゃあ、そこで切り替えますね。ここで、じゃあ、この初期旗あたりで、ちょっといろんなね、足を止めとこうという感じに、切り替えているところでございます。はい。で、この後はね、特に、まあ、なんか目立ったあれはないんですけど、まずここのパンクやるでしょ？はい。パンクチャー、パンクバイスとパンクチャー、もうどっちもパンクでもう、どっちがどっちかわからん。一つにして、はい。で、これ、バーンやっといて、でね、これ多分ね、1対1でレイリーとキッド&ロージャー、もう抜かれちゃうんですよ、ここ。はい。だから、まあ、これ抜かれるはしゃあないなと思いつつ、まあ、もう少しね、粘って粘って、で、残り30秒じゃないですか。で、一旦抜かれようと思ってるんですよ、僕。抜かれた上で、ね、抜かれた後に、またこれ、スキル1が溜まりますから、これで一旦ぶっ飛ばしといて、抜き返して、なんとかね、残りの時間で、守れないかなって思ってるところですね。はい、こう、これ。これで抜き返して、あとの10秒、なんとか耐えれないかなって思ったらすぐやられた。うん。でもね、これね、マムさんがね、フルゴラでぶっ飛ばしてくれたから、はい、よかったですからね。はい、まあ、結局4-1で勝ってたんでよかったかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうですかね、わかっていただけましたでしょうか。まあね、正直言うと、もうスキルですね。はい、スキルを確実に避けるっていうのが、まあ、マジで非常に大事なんで、通常攻撃で無駄に回避を使わないこと、これがね、バウンティーラッシュは非常に大事かなと思います。はい、じゃあまたね、皆さんが何かわからないことがあれば、解説していきますので、今後ともね、動画チェックしてください。はい、じゃあね、お疲れ。いや、さ、昨日のバスケの試合見た？めちゃくちゃ日本かっこよくない？いや、もうこのままさ、パリオリンピックも行ってほしいよね。